バッテンです旧帝大入試数学解説一 a 二 b ということで今日はですね名古屋大学2018年文系第二問の問題を扱っていきます僕は中学生ぐらいの時から箱根駅伝がすごい好きで毎年見てるんですけれども箱根駅伝って流れが存在するんですよね今年で言うと創価大学とか駒松大学とかこう流れをつかむデッドヒートだったなと思うんですけれども数学の問題にもですね特に入試問題になってくると 流れっていうものがある問題が結構出てきます。この問題もまさにそういう問題で括弧一括弧二括弧三と続いていくんですけれども。ちゃんと誘導の流れに乗って解き進めるっていうことが大事になってきます。そういう力を養える問題です。まだ考えたことない方はここで一旦動画を止めていただいて。自力で挑戦してみてから解説の方に進んでみてください。では、初めに回答の大枠を紹介して。 詳しいいいい解説に移っていきたいと思います括弧1少なくとも一方が奇数の時って書いてあるので直接調べようとすると3パターンあるんですねアルファベータどっちも奇数アルファ奇数ベータが偶数アルファ偶数ベータが奇数と3パターンあるのででもそうじゃないケースっていうのはどっちも偶数の時で1パターンだなと、まあ、なので待遇を証明するっていうのも視野に入ってくるつまり結論の否定ならば仮定の否定を 示せば元の命題が示されたことになるんですけれども、まあ、今回それも考えてみたんですけどあんまりうまくいかなさそうなので、まあ、直接王道で3パターンで場合分けしてそれぞれ調べていきます。で場合分けのそれぞれの中ではですね議論はとても簡単で、まあ、それぞれが奇数と偶数の時にそれぞれ α ー α β β が奇数になるか偶数になるか調べていくと全て奇数だなということが分かります。で過去に まあどうやって括弧1の流れに乗るかっていうところが大事になるんですけれども与えられた式見てみると右辺が偶数だなと。ってことは括弧1の結論を否定していますよね。括弧1の結論っていうのは α2 乗プラス αβ プラス β2 乗が奇数その否定なのでここで待遇命題取ればいいんじゃないかっていう発想に至ります。で待遇取るとこちらですね。この式の式値が偶数であるならば アルファベータは偶数ですよと。なのでそれを数式に落としてあげてこういう形で置いてあげますでこれを代入するとこちら偶数イコール奇数の形が出てきてこれを満たす k と l は存在しないなので αβ も存在しないですよこれでカッコ2が終了ですカッコ3ここが山場だと思うんですけれどもどうやってカッコ2を生かすか突然不思議な3次方程式が出てくるんですけれども これをどうカッ2の形が使えるように持っていくかそこが難しいですね。でこの与えられた三次方程式にらめっこするとこれ直接この形持っていけないですよね。なんですけど2018っていう、まあ、これ2018年なので2018なんですがこれが 2n に相当しそうだなっていうのが分かります。そここで何かかしらこの2018が使ええるる関係式作れないかないっ,って考えると 係係数の関係が思い浮かびますで。それによって式を立ててあげてこの1つ目の式をですねガンマイコールの形にして2つ目のこの式に代入すると見事にカッコ2の形が出てくるんですね。ここで価値を確信するんですけれどもこれでカッコ2が使えてこれを満たす αβ っていうのは整数ではないですよ。整数では存在しないっていうのがカッコ2で示したことです。 なので αβγ のうち整数は1個以下であることが示されますこれ γ っていうのは整数か複素数なのかよく最後までわからないんですが示したいものは示されますので証明が終わりとではここから詳しい解説に入っていきたいと思います途中で全体像がわからなくなったりですね後から復習してくださる時があればここだけ見ていただけたらと思いますでは括弧1です偶気分けの問題ですね アルファベータの少なくとも一方が奇数であるときに α2 乗プラス αβ プラス β2 乗これが必ず奇数になるよっていうことを示せっていうまあよくありそうな問題です少なくとも一方が奇数って言われたら組み合わせのパターンとしては3パターンあるんですね。αβ っていうのがあってこれが奇数奇数の時もしくは奇数偶数の時もしくは偶数奇数の時この3パターンがあります なんですけれども全体で見た時っていうのは αβ が偶数偶数っていう場合もありますよねこの上3パターンが今回少なくとも一方が奇数っていうものに含まれるんですけどそうじゃないものっていうのは1個しかないとなので基本的には3つそれぞれ考えるよりも1つ考える方が楽なのでそうじゃないケースを考えたいなっていう発想もあるんですねじゃあどうやれば、この 1> 1個だけ考えるので済むと。つまりもともと何か命題があった時にその命題の待遇命題その2つの命題っていうのは真偽が一致しますなので示したい命題があればその待遇を取った命題が真であることを示せば代位が示されるというのが待遇の証明でこれ時々めちゃくちゃ威力を発揮するんですけれども今回考えてみると。 アルファ乗プラスアルファベータープラスベータ2乗が偶数ならばアルファベータどっちも偶数ですよっていうのが示せるかなって言って考えてみると少し難しいんですねなぜかっていうとこの待遇命題の過程この過程の方がなんか複雑なんですよね複雑なものを出発して簡単なものを示すっていうのは考えるきっかけが難しいので今回は待遇の証明じゃなくて 直接3パターンアルファベータの条件から出発してこのアルファ2乗プラスアルファベータプラスベータ2乗っていうものを考えていった方が楽だなっていうのが最初の考えですなのでおとなしく3パターンで場合分けをします1つ目アルファ奇数ベータ奇数どっちも奇数の時これはわざわざ 2k プラス1とか置かなくていいですねそれぞれの項が奇数になるか偶数になるか調べていったら すすぐにわかりますつまりアルファ奇数なのでアルファ2乗奇数ですねでどっちも奇数なのでアルファベータも奇数ベータ2乗も奇数で終わりとで2つ目アルファが奇数ベータが偶数の時はアルファ2乗は奇数でアルファベータとベータ2乗が偶数なので奇数たす偶数たす偶数は奇数ですねなので OK3、OK、つ目も2つ目と同様ですなのでアルファベータ少なくとも一方が奇数の時っていうのは この3パターンに集約されていて、他はないですね。なのでこれで全てを調べ尽くしたことになって、結論が導かれます。これが括弧1。では括弧にどうやって括弧1で示したことを使うかっていうことなんですが、与えられているのはこちら。n が奇数のときに、このアルファ2乗プラスアルファベータプラスベータ2乗イコール 2n っていう 式を満たす整数アルファベータが存在しないことを示せと言っていて、これ右辺偶数なんですね。でも括弧1で示したことっていうのは、アルファベータが奇数であればこの右辺が奇数になるよっていうことを示した。のでそれの否定なんですね。反対のことを言っていると。なのでここで初めてあ対偶命題使えるんじゃないかなっていう考えに至ります。つまり括弧1で示した命題真だと示した命題の対偶 ももちろん正しくなって、その対偶を取ると、これ偶数の形が出てきますよね。つまり取ってみるとこちらで、カッ1の命題の対偶は、アルファ2乗プラスアルファベータプラスベータ2乗が偶数ならば、アルファベータは偶数ですよ。これが正しいっていうことがわかります。そうすると、この対偶命題の過程、この左の部分ですね。ここと 問題文で考えているこの条件式ですねをがっつり考えることができてつまり α2 乗プラス αβ プラス β2 乗イコール 2n と表される時 αβ っていうのは偶数なんですねそれがこの待遇命題からわかりますじゃあこの時に整数 αβ タ存在しないですよっていうことを言いたいんですけどまだ使っていない条件があってそれがこの n は奇数ですよっていう条件ですねなのでこれなんか使えないかなっていうことで 今偶数っていうことが分かったのでとりあえず数式にしてみようと思いますつまり α=2kβ=2l で k と l は整数ですよと置いてあげるとこの一の式に代入するとこちらが出てきます両辺2で割ることができてこの式が出てくるんですけどここでやっと n が奇数っていうのが効いてきてつまりこれ右辺 n 奇数なんですねでも左辺は 2× 整数になっていてこれは偶数です よってこの式を満たす k と l っていうのは存在しない n が奇数の時は存在しないですよつまり αβ も存在しないですよといって証明が完了しますこの証明はとても論理の流れが大事になるのでぜひですね発想の部分からしっくりくるまで考えてみてください。カッコ1を使いたいなカッコ1を使うには待遇取ればいいんじゃないか待遇取ったものももちろん正しくなってきて これによってアルファベータが偶数であることがわかったなと。でもまだ n が奇数っていう条件を使ってないので、アルファベータをとりあえず数式にしてみて式に代入してあげると n が奇数っていうのが効いてきてアルファベータ存在しないことが示されたという流れです。ではラスボス括弧の3番ですね。1番の難所だと思います。どうやって括弧にを活かすかという一点につきますね。 なんかわわけのからない3次方程式が出てきて整数の解が1個以下ですよっていうのを示さないといけないんですけど、まあ、正直問題見ただけだと何言ってるかちょっとよくわからないと。なんですけど、まあ、きっとッコ2で示したことを使うんだろうなぁと信じつつこの形とこの問題文の3次方程式に,にらめっこします。えそうすすするとと、まあ、左辺全然違いいままよねまずこれ三次方程式ですしなななかなか共通点がないと なので、直接持っていくのは無理そうだなっていうことが分かります。あと、やっぱり括弧2で特徴的だったのって、ここが 2n であることなんですね。で n が奇数ですよ。なんかこの数字がどっかにあるんじゃないかと思って考えてみると、実は2018っていうのは2かける1009なんですね。つまり2かける奇数。これが 2n に相当しそうだなっていうのに発想が至るといいですね。ここに気づくと、じゃあ何かしら立式をして。 なんとかイコール2018っていう形を作ればなんかこのカッコ2で示したものが使えるんじゃないかなっていうのでじゃあどうやったらその理識できるかっていうとと係係数の関係ですこれは名前その通りで解今回解について考えたいで2018っていう係数を使いたいなので解と係数の関係っていう流れですね。そこでこの三次方程式の3解を αβγ と置きます。 で複素数の範囲で3次方程式の解って、まあ、必ず3つあるので10回含んで必ず3つあるので置いて大丈夫です。で細かい話なんですけれども時々勘違いしている人がいて別に実数解じゃなくても解と係数の関係っていうのはもちろん成り立ちますつまり3回を αβγ とした時にこの3次方程式っていうのはこういうふうに変形ができるよっていう話なのでこの係数を比較することで解と係数の関係っていうのは 複素数の範囲でも出てきます細かいですけど注意点ですそこで解と係数の関係立ててあげると α プラス β プラス γ は03次方程式こちらだったので2次の係数0ですねえなので0で αβ プラス βγ プラス γα っていうのはここの一次の係数のこれはそのままですね符号だけぜひ注意してくださいさっきのこの2つが等しいですよっていうものを から頭の中で係数を比較してあげて x の一次の係数がこの αβ+ なんちゃらかんちゃらなんですけどこれがス2 0 1 8 x と等しいのでイコールス2 0 1 8で OK ですねということを考えながらやっていくとで3つ目はス c ですねここのマイナスがつくとこの3つの式が立ちますで今回主役になりそうなのはこの2つ目の式ですよねこの式をなんとかうまく活用したい。 ででも文字が3つあるんですよね、左辺に。なので1個減らそうっていうのでこの1つ目の式が使えます1つ目の式からガンマっていうのはマイナス括弧 α プラス β となのでこれを今回の主役に代入してあげるとこちらで整理するとこちらとなってめでたく括弧2の形が登場します α2 乗プラス αβ プラス β2 乗イコール 2× かける奇数 よってカッにからこれを満たすアルファベータっていうのは整数ではないですよっていうのがバッチリわかります。ってことは整数である可能性があるのはガンマだけよってアルファベータガンマの値整数は1個以下ですよ。なので第4は示されます。今回この3つ目の関係式これを一切使わないのでなんか気持ち悪い人もいるかもしれないんですけれども今回上2つの条件式からアルファベータっていうのは 整数にならならいいっていうことがわかるのでつまりこの解と係数の関係を満たす αβγ に関して必要条件として αβ ってのはそもそも整数にならないですよねっていうのがわかりますもう必要条件として問題文の言っていることが示されてしまうので、まあ、これで証明が完了しますつまり必要条件で議論して OK とつまりベンズのイメージで言うと今回2丸3丸4っていう解,の解,解と係数の関係立てたんですけれども その必要条件として αβ タ整数じゃないですよっていうのが分かったんですねでこれがまさしく今回問題で聞かれていることであってなのでこの青の丸っていうのはもちろんこの結論を満たしていますとよって証明は完了しています、まあ、なので丸4の式っていうのは全く使ってなくてなんか今回問題文の条件で C は実数ってて書いてあるんですよね。なんですけどなんか個人的には c が別に 複素数の範囲であってもこの議論って全く同様なのでなんでこれ C が実数っていうルールがついてるのかなっていうのはモヤモヤするんですけれどもまあすはいいかかがだったでしょうか、まあ、すごく流れがシンプルな問題でとても入試問題らしい問題だなぁと感じました実際に答案を書く練習にもなるいい問題だと思いますし 流れに乗る練習っていうのもできる問題だと思うので是非大事にしてみてくださいでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました